はいどうパラプンテ J リーグサッカーチャンネルのツーツンです。ということで今回は浦レッズ完勝締め、江坂2アシスト、松尾&知念も2ゴールということで最終戦ですね、3投戦やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたします。ということで本当はですね、ここ浦レッズグループ首位通過って書きたかったんですけれども、まだ試合が終わっていないということ、もう一個のチームですね、セーラーズのゲームが終わっていないと、セーラーズ VS テクのゲームは終わっていなくて順位が確定しておらず、まあ、ちょっと今言えることというと、川崎フロンターレがどうもグループリーグ敗退ということは、これはどうも、決まったっちゅう話でございましてですね、まあ、これ他の日本勢どうなのか分かりませんけど、まずはちょっと川崎がグループリーグ、敗退というニュースだけは入ってきております。まあ、この辺の話はですねこちらになってきますね。明日ですね、明日メインチャンネルとサブチャンネルで、まあ、浦和レッズの動画を上げようと思ってます。まあ、時間はちょっと分かりません、ちょっと時間まだ分かんないんですけれどもね、メインチャンネルでも ACL の総括ですね、まあ、こういう形で終わりましたよね、中 ACL 総括、そしてサブチャンネルの方では個人的にまあ選手の評価、あの選手良かったよねとか、この選手もうちょっとだったよねとか、その話、選手の評価的なことをサブチャンネルの方でやっていこうと思ってます。そしてまあサブチャンネルの方がですね、あと87人で、1000人ということで、本当サブチャンネル1000人目指して頑張っております。よかったら動画概要欄からですねチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでこの試合まず結果から見ていきましょう。こちら、浦和サントン5対0で浦和レッズが勝利ということになりました。まあ、安井選手あそこ自分で奪って決めるというね、あそこ僕好きですね、あの自己完結型というか、勝手に僕が呼んでるだけですけれどもね、自分でボール奪って最後シュート決めるという自己完結型の、プレー僕は好きですね。今度左足でしたね、前回じゃが前のゴールシーンの時も同じようなミドルゾーンからの、シュート、あの時右足でしたけれどもね、この試合 ACL2 点目ゲットということになりましたね。そして、まあ、知念選手、松尾選手がまあ2得点ずつ決めるということで、このね全員今日の得点者は昨年までいなかった選手ですからね、まあ、安井も知念も松尾選手も昨年までいなかった選手がこうやって最終戦、まあ、控えメンバー中心ではあったとはいえ、限られた出番の中でしっかりアピールすることができた松尾選手は今大会5得点目らしいんでね、これは相当にこれ得点力のところ、まあ、浦和レッズ現在、リーグ戦で苦しんでいるんでね、松尾選手、そして、まあ、知念選手もこの試合2得点上げております。まあ、今後リーグ戦の、出番も増えるんじゃないですかね、それをちょっと期待ができるこの、3選手の活躍だと思いますけれどもね。はい、そしてここでまあスタメン見ていこうということで、ゴールキーパー新江川が先発かなと思ったんですけどもね、西川選手がスタメンでしたね。そしてフォーバックは秋元、工藤、知念、宮本ということで、まあ、左利きのセンターバック2枚並べるとちょっと窮屈な感じはあったんですけど、ちゅうかもう浦和レッズが押し込んでいたんで、あんまりそこの窮屈さとか、まあ、あんまりこうサントのプレッシングに来なかったんで、まあ、楽に、プレーすることができたんじゃないですかね。そして安井、岩尾のダブルボランチ、まあ安井選手は将来の岩尾選手とかそれぐらいの本当価値のある、まあ、将来性のある選手ではあるんでね、今ちょっと岩尾選手ね、こう、あんまりサポーターの中ではあまり評価がよろしくなくはなってきているんですけど、もしかしてもこの岩尾選手の経験とか、まあ、戦術眼的なところで言うと、やっぱりこう安井選手も盗めるところ勉強になることあると思います。で、僕いつも言ってることではあるんですけども、やっぱ選手が一番成長するときってやっぱりピッチの中なんで、試合中にやっぱり一番成長する、もちろんこれ日頃の練習からね成長するっていうのもあるんですけども、この公式戦ピッチの上で味方の選手を見て成長するっていうのはやっぱりあると思います。まあ、今回で言うと岩尾選手を見て、まあ、安井選手が何かきっかけつかんで、こう練習で得られない何かこのピッチ地上で岩尾選手から感じてくれればいいのかと僕はそこも思います。それは他の選手も一緒で、例えば江坂と木原選手もそうなんですけどもね、この江坂のプレーを見て木原選手が何か感じ取ってくれれば、ちょっと微妙にポジションは違うんですけどもね、微妙にポジション違うんですけど、味方の選手を見て自分が何を感じることができるか、それは成長のきっかけになると思うんでね、そういうのはやっぱこのピッチ上で得たものというのをリーグ戦に還元してほしいと思いましたけどもね。はい、そして、前半レビューということで、本当この試合に関しては、まあ、テーマで言うと本当アピールに燃える男たちということ、特に大久保選手とか、ね、なかなか厳しい立場に置かれつつある、ここで、ね、本当補強が相当入っているんで、まあ、ミッドフィルダーのところみんなそうですけどもね、この試合特にサイドハーフの選手は燃えたんじゃないですかね。そして、まあ、先制点の場面、まあ、安井選手が自ら奪ってゴール決めました。まあ、この辺はちょっとまあいいでしょうという話です。まあ、さっき話してしまったんで。で、あと江坂選手のクロスに今度は知念が
が流し込む、あれ美しかった、美しかったですね。ほんとストライカーみたいな、ゴールを知念選手決めてくれました。あの抜け出しも素晴らしいものがありました。まあそこにしっかり知念が顔を出すというのはやっぱりこう人数かけて守っていたんで、そこにまあああいう風にまあセンターバックの選手が顔を出すことによっても得点チャンスというのが生まれるのというのがやっぱそこは出ましたね。知念選手がしっかり流し込んでくれました。そしてまあ前半の締めですね、前半の締めは再び江坂選手、今度は松尾ということで、あそこの松尾のゴールおしゃれでしたね。なんかほんとシャレオツなゴール決めてくれました、この松尾選手でございます。この時点ではまあ今大会リーグ4点目ですかね、グループリーグ4点目を決めてますね。そしてで江坂選手は前半だけで2アシスト決めてくれました。ほんとザ司令塔ですね。まあ、この江坂選手が本当前向いた時は何か起きるんじゃないか、やっぱりこう江坂選手が前向いた時って前線の選手が本当相手の背後であったりとか活性化するんでね、そこはやっぱり江坂選手を信じて味方選手が走り込む、そういう図式が出来上がってのは相当これはいいと思いますし、これがやっぱり控え選手、まあやっぱり江坂選手はまあ現在売られてのレギュラーの選手になってきますけれども、この控えの選手ですね、今回出てきた例えば大久保選手とか安井選手とか、まあ、その他、松尾選手とか松崎選手とかもそうですけどもね、まあ、松尾は結構レギュラーに近くは、ね、あるんですけど、やっぱりこうスタメンで江坂が入ってね、江坂スタメンだけれども、この例えば大久保が途中から出てきた時にこれ江坂のプレーに合わせることができるかとか結構これ、重要になってくるんでね、という意味ではこの江坂選手の動きにこの、まあ、本来はちょっとスタメンがなかなか厳しい選手たちが、まあ、一緒にプレーできた、この江坂と一緒にまあプレーできたことによって、まあ、このリーグ戦途中から出た時に何か生まれるんじゃないかとか、まあ、そういう本当ね広い目で見た時に江坂とこう何かを感じてプレーすることができるかどうか、やっぱり今の浦レッズって江坂を中心に回ってる感があるんでね、まあ、さっきも言ったところ松崎選手とか大久保選手とかがまあ途中から入ってもこの江坂のプレーに合わせることができるかとかね、それ結構今後も重要になっていくと思うんで、そういうまあシーンがねこの江坂きっかけに松崎選手とか大久保選手がチャンスを迎えたというシーンも何回かあったと思うんでね、これは今後もね継続して続けてほしいと思ってますけれどもね。そしてあとはこれツイッターのタイムラインで結構流れてきたんですけど、工藤がでかくなったなって、これ高さもですね身長伸びたっちゅう、ことを言う人もいれば、ちょっとこれ体格そのものが良くなったんじゃないか、いいこの筋肉質ですね、まあ、筋肉もしっかりついてんじゃねえかっちゅう、これいろんな意見があって、まあ、とにかく工藤がでかくなったっちゅうのは分かりました。僕もちょっと見ていて、あれ工藤ってあれもうちょっと細くなかったかなとか思っていたんですけども、間違いなく工藤はでかくなっておりますね。そしてまあ工藤選手に関して、本当運べるセンターバックですね、まあ、左利きのセンターバックであんだけやっぱ運んでプレーをすることができる、でやっぱりこうね工藤選手も年代別の代表を経験して、まあ、海外でのプレー経験も あると思うんですけども、この工藤選手も本当堂々としてまして、ね、まあ、昨年のルヴァンカップが主戦場ではあった工藤ではあるんですけどもね、やっぱりこう ACU で、まあ、外国人選手相手にですねしっかり運んで、そこを自分のやっぱプレーに自信を持っているんでしょうね。今後工藤選手もリーグ戦十分出番あると思うんで、本当その時に向けて今後もしっかり準備をしていってほしいと思ってましたけれどもね、はい。そして後半レビューということで、まあ、実はなかなか追加点が奪えずちょっともやもやしていたんですけれどもね、そこからまあ木原レイと、そして新江川選手が初登場ということで、本当木原も新江川ももう後半スタートから使ってもいいんじゃないかっていうと、そもそもスタメンでも良かったんじゃないかっていうのがやっぱりあるんですけれども、そこはやっぱりリカルド監督が多分負けず嫌いじゃないか、また別のとこと狙いは別のとこにあると思うんですけれども、しかしまあしっかりやっぱり戦っていこうという中で、この木原選手とエニエカー選手が後半初登場ということで、この2人が雨男でしたね。完全にこの2人が入った後からスコール大雨が降ったわけでございます。本当にエニエカー選手はあんまりこうプレー機会もない中はですね、滝行してんじゃねえかっていうツイートもあって結構僕好きでしたけれどもね。そして木原選手に関して、本当一瞬の抜け出しからそこからまあ得点チャンスを2回ぐらいですかねありましたね。なんかこうね、これ浦和レッズの番記者さんが言われてはいたんですけれども、こう木原麗というのはこう佐藤久人をちょっと大きくした右利きの選手っていう話をされていたんですけれどもね、あ、なるほどなっていう感じがしました。本当抜け出しうまかったですね、まあ、佐藤久人レベルなのかどうか分かりませんけど、でもそういうなんかこう抜け出しのうまさとか、あ、本当ストライカーの本格的なストライカーだなっていうのがちょっと本当少ないプレーではあったんですけれども感じさせてくれたんでね、これをリーグ戦で本当出番なのか分かりません。もしかしたら木原選手とかも、夏場レンタルとかの可能性もあると思います。昨年藤原選手が確か夏場レンタルだったんで、もしかしたら木原選手もどっかに、まあ、もしかしたらレンタルの可能性とかもあるかもしれませんけれども、しかしもこの ACL このピッチに立った経験というのはどこに行ってもまず、まあ、もう本当浦和レッズにいることが一番いいんですけどもね、浦和レッズでレギュラーというのが一番いいんですけれども、まあ、もしレンタルとなってしまってもですね、そこでこの経験生かしてほしいと本当思いましたけれどもね。そしてあとは最後追加点のところは松尾選手ですね。 ACL5 得点目決めました。最後は知念がこの日2点目決めるというのも、知念選手もあ
そこにしっかり顔出してる、まあ本当ね、岩尾選手のシュートの跳ね返りにそこにしっかり詰めるということで、大体ああいうのってなんかごっつぁんゴールとか言われるんですけどもね、いやそこにいることが大事と僕いつも言ってますけども、ごっつぁんゴールでも何でもそこにいることが大事と思うんで、まあその知念選手が、まあ、2点目決めた。で知念選手の場合はなかなかこれ特にリーグ戦出番がなくて、それがやっぱ守備のとこなのかな、ちょっと分かりませんけどもね、ディフェンスのとこなのかちょっと分かりませんけど、ただまあしかしこの試合2得点挙げたんで、これはこれでまあしっかりしたアピールになると思うんで、ね、本当知念選手にしても、松尾は本当どうやって使っていくんですかね。関根、まあ右はモーベルグでしょうし、左が松尾か関根かっちゅう話になっていくと思いますけどもね、まあそして場合によっては小泉選手も、ね、サイドハーフでの起用があると思うんで、この辺は相当豪華な争い、まあ、その辺のちょっと、ね、個人選手の話は明日またやっていこうと思うんですけどもね、まあ何にせよですね、最終戦この5対0中一番気持ちのいいスコアで、勝つことができたんで、これ本当前向き、まあ、本当これねよく言われるんですけどもね、勝って当たり前、まあ、本当自分たちとレベルの違うチーム勝って当たり前のところに、まあ、こういう試合をしてもあんまりこう意味がないとまでは言いませんけどもね、まあ、これは結局ねリーグ戦に戻ってしまえば今日活躍した選手もじゃあどうなのか分かんないとかって言ってもそれしょうがないんでね、まあ、こう自分たちよりも格下の相手に勝って当たり前じゃないかっていう声ももちろんこれは大事ではあるんですけれどもね、ただその一方で、ね、まあ、どんなチームに負けてもやっぱこう叩かれてしまう場合とか、あるんで、なかなかチーム運営というのは難しいところも、あるんで、本当サッカーって難しいなって感じが、まあするんですけれども、単純にもうねどんなチームであろうと大学生であるとこういう、まあアマチュアの、まあ、中心のメンバーで来たとしてもですね、相手がですねやっぱり勝ったら喜びましょうっていう話でございます。本当勝って喜んで負けたら悲しむ、これだけで結構自分のメンタルというのはサッカー見る上で結構保たれると思うんで僕はですけどもね、ちゅう感じがするんで、本当どんな相手でもこういうゲームを、続けてほしい、そしてまあどういう相手でもやっぱ勝った時は喜びましょうっていうのは僕の中であるんで、本当素晴らしいゲーム、本当こうねなかなか難しいこの、スコールとか本当ね ACL だなって感じが、しましたけど、本当に面白いゲーム見せてくれてありがとうございましたっていう話でございますけどもね、はい、ということで以上になります。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのつつんという方、チャンネル登録します。さら喜ぶ